近江連合が俺はお前とは別個芝浦に向かう前準備できたら。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。ああ。芝浦に行く準備はできたのか。そうか、気をつけていけよ。おい、あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目近江連合、テーラーだと申します。近江連合がなぜ風間のおやっさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、風間。おやさん、ご無事で。すまなかった、苦労をかけたな。あの寺田って男は
もともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで東城会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。なあ一馬、これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。え？由美は水木なんだ。お前たちが水木だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです？水木は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥の母親っていうのは由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや遥の父親は神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。由美が抱きかかえているのは遥、横に写っているのが神宮だ。由美が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、由美は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに由美を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。雷。どうした？わからない、わからないけど、俺はその時わかったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には由美の存在を知らせず彼女の世話をすることにしたんだ。でも由美はなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあってよく東城会に出入りしていた。その時偶然由美に出会ったんだ。神宮と会長が。政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は由美に出会い恋をした。そして記憶を失っていた由美は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると由美の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして由美は神宮の子を産んだ。それが遥だ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった由美は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後由美と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。世良、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は。いや、お
前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で神宮のスキャンダル、由美と遥かの件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするためにあと二人始末してほしいんだ。お前もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。チング、何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。幸か不幸か、由美はその時全ての記憶を取り戻したんだよ。由美と遥か、神宮、なんて野郎だ。俺は世良を説得し、由美と遥かを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、俺と世良は遥かをひまわりに入れ、弓を水木へと変身させた。人弁し、偽造屋を雇い弓の顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でもおやさん、なんで弓は東城会の100億を盗んだんですか。あれは東城会の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中がここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。キリさん、頑張っ。
投げ込んだりや。